皆さんどうもこんにちは、マイピカです。去年のですね、4月の2日ぐらいでだったかな、えー、フォルツですね、今前に映ってると思いますが、250cc のフォルツァ MF13 ですね。残念ながらさ、2021年のさ、あの3月やったかな、新型の MF15 が出ましたが、MF13 ですね、1年間乗りましたんで、今回はね、 その感想をね、喋っていけれたらいいかなと思ってますね。まあ、いいところとあ、あんまりね、ちょっと気になるところっていうのがありますので、まあ、最後までね、えー、聞いていただければね、えー、どんなバイクかっていうのが分かるかなと思ってますんで、まあ、もしよろしければ最後まで聞いていただければいいかなと思いますね。はい。まず1年乗った感じなんですけども、そんなに傷いってないですよね。結構綺麗に取、えー、れてるんじゃないかなと思いますね。はい、えー。正面がね、こんな感じですね。そんな大きく傷とかいってないでしょ。うん。と思いますし、はい。 で、えー、下のあのここかなで、えー、下のね、えー、足掛けるところですねもう別にそんなに気づいてないしあとはですね、えー、上のですねシートかなはい上のシートもですね結構綺麗な感じでまあ、幸いなことにさ破かれたりとかいたずらとかされてないんでまあそれなりに綺麗に丁寧に乗れたかなと思いますねはいで、えー、このあのー、後ろ見ましょうかねはい後ろはい はい、後ろから見るとね、こんな感じですね。はい今日はですね、リアボックスちょっとつけてないんですが、後ろもね、全然傷もいってないし、まあ、ぶつけてもないしね、事故もあってないということもあって、まあまあ、それなりに綺麗に乗れたのかなとは思いますね。で、これだけ大きいバイクだとね、あのセンタースタンドがね、下にあるんですよ。センタースタンドがね、はい、見えてますかね、これね、はい。センタースタンド見えてると思いますが、あのー、250cc 以上の、ね、バイク乗ったことのない人はね、こんなんセンタースタンド立てれるのと。 女性とかでもね、立てれるのってね、疑問を持ってる方いらっしゃるかもしれないですが、めっちゃ簡単に立てれますよ、これ、あのー、なんていうかな、めっちゃ立てやすかったですね、だからね、あのここにめっちゃ足乗せて、両足乗せて、体重かけてとか、そんなんじゃなくて、普通に片足でね、立てれるところがね、楽かなとは思いますね。 はいでえー、さっき言ってたね、えー、リアボックスつけてないんですが、まあ、リアボックスの、ね、取り付けの動画とかを、ねえー、以前に上げてるんで、まあ、そちらを見ていただければいいかなと思いますねあとリアキャリアの取り付けとかで装備面に関しては、えー、リアキャリア、リアボックスだけですね、後ろはねでここになんか紐みたいなの巻いてると思いますがこれはですねシートバック取り付けるための、えー、紐になってますね、はい、キャンプ行った時にね見せたと思いますが、はい、でも前行きましょうかね、前はこんな感じですね。 で前はこんな感じになってますね。はいえー、右側がですね、えー、GoPro かなあ取り付けるもので、えー、左側がですねスマホですね。えー、スマホをね取り付け、めっちゃ簡単です。ちょょっと取り付けてみましょうか、はいえー、スマホね取り付けた感じがこんな感じになってますね。はい、でこれ見ながらという感じですねあそこの角度をね調整できるんで,でこれ取り付けてるマウントなんですがこれはですね、えー、純その下のやつかなホンダのさマーク入ってますよね。 えー、ちょっと下か、うんはい、ホンダのマークが、ね、入っていると思いますがあれはです、ねえー、別で、えー、買ったものになりますねだから純正のやつはあのー、別で家に保管してあるんでね、えー、ここに穴が開いていると思いますここですね、はい、こっから通してるという感じですね、うん、だここを穴開けて加工してくれているやつが、えー、ネットの、ね、ショップで売っているんで,でそれはです、ね、前に、えー、紹介していると思いますので取り付けは、ねまあ、そちらを見ていただければ。 いいいかなとは思いますねいや結構これ便利ですよ。バー短そうに見えますけど。うん、で、微妙に、ね、GoPro とスマホはね、干渉しないですね、これね。なのでね、うまく取り付ければ干渉しないんで、ね、両方 GoPro も付けれて、スマホも付けれると、ただ若干ですね、まあ、GoPro を付けたときに、このスマホのです、ね、右上の部分かな、右上の部分が若干映ってしまうということはありますね。 ほんで、まあまあ、一番気に入ってるところはさ、やっぱし風防ですね。こちょっと見てもらいましょうか。出てるかなこれさ、こんな感じでいいんかなはい。で、風防なんですが、ここのね、スイッチですね。ここのスイッチを押すことによって伸びます。はい。めっちゃ伸びるでしょうん。あの、新型のフォルツはね、もっと伸びるんですよ。4センチまだ伸びんのかなはい。こんな感じでね、ほら、一番短い感じはこんな感じになってますね。はい。バイク降りるときはね、短くしてあげないと、このですね、伸ばしてしまうと、お、ちょっと間違えた。 伸ばしてしまうとですね、この上の部分がね、体に当たってしまうことがあるんで、うん、ハンドルロックかけるときとかね、今ちょっとハンドルロックかけてないんですけど、ハンドルロックかけるんで、まあ、やっぱり短くしてからね、降りる方がいいんじゃないかなと思いますね。これがあるからビッグスクーター乗ってるまでありますねっていうぐらいね、めちゃくちゃ優秀です。で ビッグスクーターの、ね、メリットとかデメリットとっていう、ね、動画も上げてますんで、まあ、そっちを見てもらえれば、ね、より分かるんじゃないかなと思いますね。まあ、デメリットの、ね、動画作った時に思ったのがかなり細かいこと、うん、まで、ね、考えないとデメリットって見つからないんじゃないかなっていうぐらい、ね、デメリット少ないと思いますね、うんまあ、ほととんど精神的なことばっかりですね。 うん、まあそれ詳しくはそれ見てもらったらいいかなとは思いますね。はいで、えー、燃費ですね、えー。燃費に関してはですね、えー、大阪のね市街地で信号機がすごい多いようなところで。 え走ってて、えー、そういった部分はあるんですが、リッターですね33キロぐらいですね、33キロ前後になってますね、高速の乗るとやや伸びるかなという感じなんかで、それでも34キロぐらいですね、なので33キロ、34キロなんで、ね、まあまあ、あリッターがしかもですねガソリンがです、ね、11リットルぐらいかな、入るんで、えー、まあ330キロとかそれぐらい走るんで、えー、そこはね優秀なんじゃないかなと思いますね。まあ、大阪から330っていうと多分 あのかなり遠いところまで行けるんで前に行った鳥取とかもね普通に行けるんでえそこはねあのいいところかなと思いますねうんまあ 250cc はね大型と比べてもその何て言うかな燃費がいいっていうメリットもあるんでねやっぱ大型車ってなってくるとね燃費が悪いやつもあるんで そここここはねねねののバイクい、ね、いいととろかなとは思います、ね、あとはですね、ちょっと気になったところが他にもありまして、この下の部分ですね、これちょっと下の部分見てもらったらいいかなと思うんですが、ここにね、あのフロントのさ、あのボックスあるじゃん、ね。フロントのボックスあって、ここにですね、まあこれ当然ながらスマホ充電しますよね。うん、スマホ充電するときに、このね、線をね、通す穴がないんですよ。 なんか,これね、かまさないといけないというかもう何ていうのガシャってなるんですよねもうくぼみとかがないんで紐がそのままねこういう風に紐がそのままねもう閉まらないんですよね普通にやるとほら閉まらないでしょこれ、うん、でこれ閉まらないのをどうしてるかっていうとですねちょうどね、まあ、反対側から見たらこんな感じなんですけどあそこのねくぼみにね引っ掛けると閉まるんですよはいちょっと見てみましょうかここにねやるとね閉まりますね はい、これで閉まりまりすね、はいはい、なので、ここから線を出して、えー、スマホに、ね、充電するっていう感じになります、ね。で、えーっと、電源入ってるので、ね、充電できましたって書いてるかな。多分、ま、ちょっと見にくいかもしれないですが。はい、っていう感じになってますね。これやってると、ね、あのバッテリー上がるんであとはです1 0 0 0キロ超えた時も言ったと思うんですがあののですねこのウィンカーかな。ウィンカーはどっちやったかな。これですねウィンカーが、ね、音鳴らないんですよ。カカカカカブととかだとねチカ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 音鳴るじゃん あの右折とか左折するときにこれがね全くならないんでねえそこがねちょっと気になったかなと思いますねまあ未だにまだ慣れないですね結構神経質にねちゃんとウィンカーが出てるかどうかでウィンカーが出てるかどうかはライトで教えてくれるんですよねうんここでねメーターのところで ただいちいちそのメーターのところを見ないといけなくて視線をね下に下げないといけないだから音で判別することができないっていうところが、まあ、ややちょっと欠点かなとそれは新型のフォルツァの MF15 でどうなってんるのかなっていうのはめっちゃ気になるあとここの,あの配線の部分と多分ね変わってないと思いますね配線は、うん、で新型の方はですね USB タイプ C になってるんですけどもこっちの方はですねシガーソケットをさせますね。 だから USB Type-A2 本とかね USB Type-C2 個とか僕は USB Type-C2 個にしてますけどただですねまあ線から充電するのは1個しか充電してないんで2個も3つもいらないかなと今となっては思いますね、うん、だからまあソケットはね1個で十分かなと思いますはいで、えー、皆さんが気になっているのはちょっとまた前行きましょうか、はい、はい、前ですね、はい、今の状態でねライトがちょっとだけチラッとついてるのかなでこの、あのー なんてうのミラーとウィンカーがね一緒になってるのがあんまり良くないとね、えー、思ってる人いるかもしれないですがあんまり気にはならないですね、えー、僕的にはまあまあまあスタイルもいいし、えー、結構デザインもいいし気に入ってるかなっていう感じですねちなみにあれはね曲げれますね知ってますちこ見ましょうか、うんね、ほらああいう風にね畳むことができますねだからまああんまりないと思うけど2本でめちゃくちゃ狭いところとか入っていく時は畳むんかなどうなんやろう あんまりそういったシーンにあったことないんでね、まあ、一応、畳めますよって感じになってますね。はいでえー、加速とかね走行性能に関しては、もうめちゃくちゃ優秀だと思いますね、特に下道やったらオーバースペックだと思います、はい、もうなんか気をつけてないとね、すぐ60キロまで出るんでね、えー、結構、馬力があるかなと思いますね、坂道登っててもそんな力不足にか、えー、感じないしね、えー、自動車でさ、例えば軽自動車とかになってくると、荷物をいっぱい積むんでね。 力不足に感じるかもしれないですが、バイクの場合、せいぜい詰めてね、そんなに詰めないんで、30キロも詰まないんで、僕、キャンプ行くときぐらいかな。あでも、キャンプ行ってね、めちゃくちゃ重い荷物住んでてもね、そんなに馬力不足っていう感じはなかったんでね、まあ、全然ね、優秀かなと思いますね。で、高速道路の乗り心地に関しては、まあ、前にね、えー、動画上げてますし、まあ、特に 250cc で高速道路乗ってますが、まあ、快適ですね、めちゃくちゃね。特に風貌のおかげで。あののマニュアル車のね え、250cc というのは当然風防とかがないことが多いんで、まあ、アメリカンとか除けばね。もう体全身が疲れたりとかするんですけども。もまあ、フォルツの場合はもう超優秀な風防があるんで、多分 250cc のバイクの中でも一番優秀なえ風防を積んでるんじゃないかなと思いますね。うんでここのですねこれからあ。そやあ、そここもね改造してますね。改造っていうか、あのゲル素材入れてます。はい。 ゲル素材ここに入れてて、これ前にね動画を上げたと思いますが、えー、お尻はね全然痛くならないですね、長時間。前、ね、鳥取にあの3時間ぐらいぶっ通しで運転していましたけれどもあの、お尻が痛くなることはなかったですね。はい、ただ、ですねちょっと注意点があって、お尻はですね痛くならないんですが、腰が痛くなりますね。だから腰が痛くなるというのは、このシートと関係ないんで、やっぱり同じ体勢でいる。 っていうところが腰が痛くなるのかなと。とは言ってもね、マニュアル車と比べれば、ここのさっき言ったように、ここ足元ですね。はい、足元で位置をね、結構変えれるじゃん。足の位置とかで、座るポジションの位置とかも変えれるんで、マニュアル車ほどはね、腰は痛くならないんじゃないかなと思いますね。はい、でマニュアル車の場合、特に前の前鏡っていうか前傾姿勢になることもあると思うんですけど、バイクによってはね。 うんまあ、こんな感じでねでちょっとしたあの背もたれもついてるんであのちょっとした背もたれもいいんですよちょっと疲れてきたらさあの足をさあのこのね足をどこに置くかっていうとあそこの下の方じゃなくて上の方ね上の方に足を置いてここに背もたれにね持たれるとねあの腰の痛みとかをね えー、和らげたりすすることができますねそうやってね、高速道路長時間運転してたりしてましたね。で、えー、フォルツァはね、結構ね、装備面が多いですね。納車説明の時もね、フォルツァは結構ね、あの装備面が多いっていうか、ボタンが多いんですよって言われたんですよね。確かにボタン多いですね、これね。いっぱいついてるでしょ。これ以上ね、これ,これでズームできるか。 こんな感じになってますけどね。この一番左のやつがグリップヒーターですね。はいグリップヒーターは5段階になってて、えー、ちゃんとね。出ます。はい、純正のやつだとちゃんと出るんですよね。5段階でね。ほんでね。これはねあのカフと違うところなんですけども、電源切るじゃん。 電源切って5段階中の3段階のところで電源切っても次電源入れると3段階のところから開始してくれるんですよだからね事前の設定を記憶してくれるんですよねこれがね下部の3段階かなんかのねグリップヒーターあるじゃんボタンを押すやつ赤の LED のね確かねあれはね記録してくれないんですよいちいちねあの一番マックスの3段階までポンポンポンってしないといけないと思うね。でねの場合はねそういうのがあるんですけどねフォルツァは5段階で記憶もしてくれるんで そこははねね結構快適かなとは思います、ね、あとは他にで言うとあとライトとかですねライトに関してはねそんなに明るくないですねっていう感じですねあとインフォ A とか、まあ、詳しいボタンの説明とかはね納車の説明の動画であげてるんで、まあ、そちらを見ていただければいいかなとは思いますねっていう感じですね 強いて言うならね、これフォルツ乗ってる人もね、同じことを思ってるかもしれないですが、あのー、なんていうのパーキングブレーキか。パーキングブレーキ欲しいっすね。あと柄つけりゃいいんだろうけどね、できればパーキングブレーキ欲しいかなと。 いうとところではありますねねそれつけると、ね、結構、ね、新型のフォルツもパーキングブレーキついてないんじゃないかなあっていうのがあるんでね。あとはですね、ここの中に ETC 入ってますね。ETC で、えー、バイクの走行することもできますよっていう感じになってます、ねでえー、なんかちょっと見てみましょうか。ねあとはね、ビッグスクーターのいいところは何と言ってもですね。えー 中ですね、はい、ちょっと時間が押してますが、ちょっと今ね、後ろにカバン背負ってるんで、ちょっとカメラがね、無造作に置かれてますが、普段こんな状態で中入れて走らないんで、ちょっとカバンの中にちゃんと入れてるんですけどね、まあこのカメラ1個と3着もあってで、フルフェイスのヘルメットがこっちにありますよね。 まあこれだけ入れてもね、またたくさん入るっていうところはいいところかなと思いますね。まあ、どれぐらい入るかっていうのはね、前に動画上げてますんで、もしよろしければね、そっち見ていただければいいかなとは思いますね。てな感じですね。まあ、1年間乗ってみた感想を言うとですね、いや、バイクにことに、バイクのことに関してじゃないんですが、やはね、もうちょっといっぱい乗りたかったですね。 あまあ、全然乗れてないっていうのもあるんでね、自粛自粛で、で今年もその姫路城の桜見に行きたいとかさ、さ四国行きたいとか、いろいろ計画立ててたんですけど、結局ね、大阪に住んでる人とかさ、東京に住んでる人は真っ先にその緊急事態宣言だろうなんなり出るんでお、今なんかでもね、公園調べてるんですよ、公園調べたんですけどね、駐車場がまず開いてないんですよ、駐車場開いてないし、そもそもですい、ね、ろんなイベントも中止されてるんで、もう普通のただの公園でやってるみたいな感じですね、今ね。 だからもうどこも行くこともないっていう、あのー、ゴールデンウィークになってますけどもね。うん、っていうのもあるんでね、早くこの状態をなんとかしてくれないともうどこにも行けないんでね、うん、そこがちょっと残念かなと思いますね。まあ、今後ともですね、えー、いろんなバイクの動画だったりとか、まあ、いろいろ雑談だったりとかしていこうかなと思ってますんで、まあ、もしよろしければですね、えー、高評価とチャンネル登録していただければいいかなと思います。ということでどうもお疲れ様でしたありがとうございました。